皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、これからの時代は仕事と遊びの境界線がなくなる。新時代の働き方と自宅教室の未来の構図についてお話をしたいと思います。実はですね、私自身は普段からですね、仕事を趣味化している、趣味が仕事で仕事が趣味っていうことを、提唱し続けているわけなんですけれども、たまたまですね、私がよく読んでいるメルマガでですね、人の心に灯火を灯すっていうメルマガがあるんですけど、そちらの方の、本の紹介をしながらですね、その本の中に書いてある一節を取って、今の時代を読み解くみたいな、そういうような話をしているメルマガなんですけどね、働くことを楽しもうっていう徳間書店さんから出ている本の一節からですね、ゴディバのジャパンの社長がいらっしゃるんですよ。ゴディバジャパンの、ジェローム・シュシャン氏っていう方が言ったっていう言葉で、非常にこう私が普段から提唱している話と、近しいというか同じ価値観の話が載っていたので、今日はそちらを引用して、自宅教室の先生と、あとは働き方ですね、自宅教室まだやってない方、会社員やってる方、ご主人の話も含めてでいいんですけど、働き方の構図っていうものをちょっと考えてみるっていうことを今日はお話をしてみたいと思います。まずですね、その引用の文章からですね、ちょっとお伝えしたいと思います。ゴディバジャパン社長ジェローム・シュシャン氏の心に響く言葉より、好きなことを仕事にすると仕事はゲームのようになります。遊びと仕事が同じになるのです。それは弓道のようなものです。的（ターゲット）があるので、それを楽しむと同時にもっと向上するために射撃のフォームをいつでも改善することができます。それは無限の追求と努力です。これはビジネスでも同じことだと思います。あなたがヒットしたかミスしたかは弓道の的のように、市場にいるお客様（ターゲット）が教えてくれます。ミスをしたときはビジネスの方も改善する良いタイミングです。あなたはチームと一緒に会社のビジネスモデルとプロセスを調整すれば良いのです。このゲーム感覚を仕事に取り入れることができたなら、仕事はますます楽しくなると思います。将来の会社では仕事と遊びは本当に統一されるのではないでしょうか。仕事は遊びになり、遊びは仕事になります。仕事と遊びには共に楽しみと努力があると私は考えています。しかし、この考え方が浸透するには日本はまだ時間がかかると思います。古いタイプの考え方がまだ根強く残っているからです。日本人は仕事とお金を結びつけ、趣味はお金と結びついていないので重要ではないと考えますが、私には物事が違って見えています。最も重要なことは考え方です。あなたが何かを一生懸命にするのであれば、仕事も趣味も同じなのではないでしょうか。私たちは自分の好きなものを見つけなければなりません。そして努力と規律でそれをやる。これが本当の仕事の本当の意味ではないでしょうか。これから私たちは遊ぶように働き、そして仕事するように遊ぶべきだと思います。こういう考え方はこれからの時代の会社や個人の精神的な進化につながると私は考えています。ということでですね、ジェローム・シュシャン氏はですね、働き方っていうことで、この話とともにですね、あと2019年の4月に経団連の会長がですね、終身雇用を続けるのは難しいと言って、それが発言してニュースになったって、これが現状なんですけれども、今いろんな方はいらっしゃいます。その会社でずっと頑張るべきなのか、転職して例えばキャリアを積み重ねたらいいのか、独立して自分が起業するとか、どれがいいかっていうね、そういう選択肢、それを例えば誰かに聞くっていうケースがあった時に、もうその質問自体がナンセンスであるっていう、そういう考え方まで来てるんですよね。なので転職っていうのがおそらく何年前だ、30年前ですね、私が
仕事に就いたのが、その頃っていうのは終身雇用っていう形でこうその会社で頑張っていってキャリアが積み上がっていって、それが価値があることとして見られる世の中だった時にですね、私はキャリアアップの転職をもうその時代からやっていて、やりたいこととキャリアアップだからキャリアも上がるしお給料も上がるっていう転職を5回してるんですよね。それはもちろん人から見るとこれはしょうがないっていうふうに見えたのかもしれないし、私は全然後悔もしてないし、皆さんに驚かれるほど興味の範疇で、その業界に飛び込む、その時に欲しい、スキルないしはやりたいことのためにそこに行くので、業界違ってゼロからになることに対して恐怖っていうものはほとんどなくて、やりたいことの、興味好奇心と、それを達成する意欲っていうことでやっていたので、今の世の中は割とそれも普通にスタンダードになってきてるんですけど、当時しかも女性がそれをするっていうのは非常に珍しい時代だったと思うんですね。ですから別に転職をしている私を自分で擁護するわけではありません。今でもね、一ところにいて、そのきちんとしたスキルをきっちり磨くっていうことが美徳とされている、世の中だったりもする部分はあります、日本は特に。だけれども、海外とかはですね、キャリアアップのための転職っていうのは割と普通ですし、要はキャリアがある人が他に行かないようにするためには、その人が一番能力を発揮できて、かつ会社にとって一番いい状態の部署にいる、ないしお給料も上げていくっていうことをしない限りは、その人のスキルっていうのは他の会社でももっと高く売れるスキルがあれば、会社自体がね、お金だけじゃない、その違う部分で残るべき理由と楽しみがあれば、もちろんそれは残ることもあるんでしょうけど、そうでない限りはどんどんキャリアアップして転職して大きくなっていくっていう、そういう時代になるので、雇用と、確かに雇用してる側とされる側っていう関係から言うと、上下関係っていうのはできてしまうんですけれども、そういったフリーエージェントみたいな形になってくる世の中になってくると、ほぼ対等になってきますよね、会社と個人が。要は会社としてはそれだけのパフォーマンスをしていただく方にはそれだけの待遇を出すっていうことになってくるし、その個人ももちろんその会社にはスキルを学ばせてもらってるとかやってるってことには感謝をするんでしょうけど、それは売り上げであったりとかパフォーマンスで返していくっていう、そういうある意味対等の関係になっていくのではないだろうかなっていうふうに思うんですね。で、そんな時に何でしょう、保守的な方とかっていうのは、大きな会社にいるから、ルーティン的にお給料が普通にね、毎日満員電車に揺られて、それこそ自分にとってですよ、楽しくてやってる人とかは、楽しくてやってる人は全然構わないんですけど、やりたいことが本当にあるのに悶々としながらそこの場所に居続けるっていうのは会社にとってもデメリットが大きいですし、その本人にとってもリスク大きいですよね。自分の要は人生の時間を削ってそこにいるわけで、会社にいる時間っていうのはなかなか長いですよね。十何時間とか拘束のことを考えると。ですから会社に帰属するっていう考え方で動いていって、会社が安泰だっていう時代がもうほぼ崩壊しつつあるっていうことですよね。もちろん評判のいい大手の企業は潰れにくい可能性はありますけれども、自分がそこにいい状態で雇われ続けるかっていうのは、これまた話違いますよね。いい状態でキャリアアップできてる人とか、年齢上でも多分重宝されて、そこの部署をちゃんと確保でき、部署とか居場所を確保できてるんでしょうけども、通常は例えばコンピューターとかも使えて、いろんなことをやる能力に長けている若い人だったら、体力的にはもう絶対的に若い人にはかないませんから、そういう比較をされちゃうっていうことがありますので、その個の状態、自分が
どれぐらい市場価値があるのかっていうのも含めてブラッシュアップはし続けなくてはいけないと同時に、その企業の行く末ですね、どれぐらい持つんだろうか、自分ももちろん頑張ることでどれぐらい持たせられるんだろうかっていうことですね。ですから、その会社自体に行くというよりは、そこで自分が何をなすべきか、なすべき姿、歯車の一個とかじゃなくてですね、主体的に、会社自体も個人事業主の集まりみたいな、本当にそれやっちゃうとバラバラになっちゃうんですけど、主体的に動いていけるようなタイプの人たちが求心力を持って会社を作っていくっていうことになるのであれば、会社も持つかもしれませんし、いい会社に入ったからって言って必ずしもそれがもう人生を最後まで保証されてるっていうことはないと思うんですよね。そう考える場合にはやっぱり仕事が遊び化していて、仕事も遊びも境界線がないという働き方ができるのであれば、多分人生倍は楽しくなると思うんですよね。要は仕事をしているのは努力の時間で、遊びは楽しい時間って切り分けてる時間を考えると、遊びの時間の方が圧倒的に少ないですよね。仕事を頑張った、努力したご褒美みたいな形になるんですけど、それがごっちゃになっていれば、仕事をそれこそゲーム感覚のように、これをこうしてこうなったらこうなるみたいな、クリアしていくイメージで、それに向かって努力をするっていう、その中には当然遊びの要素が入ってきてもいいと思いますし、ゲームとか遊びっていうのは自分の思い通りに全てなるわけではなくて、いろんな障害とか気づきを与えるような出来事とか、そういうものが非常にこう次から次へと来るんですね。これもマインドとかメンタルの話にも共通する部分はあるんですけれども、その時に「ああ、こんな辛いことがあって嫌だ」って思うのか、乗り越えるべき試練が来た。私、そんなに、ドラクエですか、ゲームとかね、ありますけど、あれをやって、最近のはちょっとやってないんで分かんないんですけど、ラスボスっていうんですか、ラストボス なんか敵の大きいやつ、最後の倒すべき相手がこう自分が勇者でそれが出てくるとかっていうストーリーがありますけれども、要はだんだんこう小さいボスを倒していくと、最後倒すべき一番強敵を倒さなくちゃいけないような、だいたいストーリーになってますのでね。だから目の前に現れるちょっと辛いなっていう事象っていうのは、倒してまた自分が成長するっていう、やっぱりゲーム感覚に近い、ゲーム感覚に近いとかっていうと不謹慎かもしれないですけれども、精神的にですね、もう、ああ、こんなの嫌だって思うよりは、どうやってクリアするかって考えることの方が、先手を打てますよね。私がこういうふうに言ってるからって、私が別に全て順風満帆だったわけじゃないですよ。当然期せずして降ってくるような災難みたいなものとか、理不尽な話とか、なんでそんなことがみたいなことが起こったのを、若干胃を痛めつつ処理してた会社員時代っていうのがあったので、突発的に自分の思わないこととか、そういうものが起こりうるのが割と会社員時代でしたね。自営の方になってからですね、自分で起業してからっていうのは、自分でコントロールができる範疇が増えるので、例えば働き方っていう時間の制約とかも自分でコントロール、要は仕事と遊びがごっちゃになってたって、この仕事の出来高をすると自分が決めている分ができれば、別に遊びが真ん中に入ってたって、許されるわけですよね。例で言うと、例えば私セッションとかがすごい多いんですけれども、コンサルタントなので、例えば朝から最高8セッションとかやるときありますよ。もう夜になるとヘトヘトになりますけど、で、必ずしも毎日がそういう日じゃなくて、例えば1時間刻みで予約が入っている、その3単元目と4単元目の間が
1時間とかスポッと空いてるとするじゃないですか。でもちろんその日やるべきこと、まあ、例えばこういうふうに動画を撮るとかって毎日のルーティンになってることをやる場合もありますし、気分転換とかに今だとサックスですね、家にサックスが置いてあるので、だいぶ音量のコントロールができるようになったので、自宅で数曲吹くことで気分転換をしたりして、はい次っていう感じにやったりとかもする時があるので、それって会社だと難しかったりしますよね。自宅でやってるから、あとまあうち裏が川があるんで、川に行って1時間ぐらい練習する時とかもあるんですけれども、その小刻みの時間に自分の頭の切り替えさえ早くパッとできるのであれば、いつでもその遊び的な要素とか趣味的な要素がポッと入ってくるような時間割を組むこともできますね。あとは例えばですね、まあ今例で分かりやすいから近所系のばっかり話してますけれども、近くにですねスポーツジム行ってるんですけど、そのジムっていうのは温泉と併設されてるんですね。綱島っていうところなんですけど、綱島の温泉と併設されてるので、ジムの会員はいつでもお風呂入りたい放題なんですよ。だからなんかこう煮詰まる案件やってて、アイデアが止まるな、肩こりちょっと辛いよっていう時とかに1時間だけお風呂入りに行ってですね、ボコ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 っていうジャグジーとかですね、あと塩サウナとか、なんかいろいろとあるんですけれども、まあ、それをだから1時間以内に帰るって決める、もう本当にチャップパッパッパっていう感じで気分転換にね帰ってくる時とかもあって、でその続きまた家で仕事するとかっていうのもやってたりしますね。だからなんだろう、その切り替えとか時間の使い勝手の自由が利くっていうのも一つ大きな特徴だし、それこそ自分の好きな仕事をまあ趣味ではなくちゃんと仕事としてやるっていうふうに決めた時にですね、その仕事として捉える部分が辛いものじゃないものでやっていけば、例えばまあまあパン教室とかも私やってましたけれどもね、もちろん集客云々っていうのはするんですけれども、その集客して集まってくる方っていうのは、私が望んだこういう人に教えたいっていう方がちゃんとドンピシャの状態で目の前に現れるように設計して集客するわけですよね。これもだからゲーム感覚に近いんですよ。要はそこがうまくいくかいかないかっていうのもやりながら、まあ初期の頃はねちょっと違うタイプの人とかも入ってきちゃってたりする時があったんですけど、ほぼほぼもう後期の方はそういったものが好きっていう人がきちんと集まってくるように、発信とかホームページを作ることができていたので、ストレスなく教室運営もすることもむしろ楽しいっていう、まあ、だから仕事なんですけど、その人たちが喜ぶためには何をやったらいいんだろうっていうのをいつも考えてやっていたので、そういう意味ではワクワクする内容ですよね。これもだからゲーム感覚に近いですよね。今コンサルタントやってますけれども、イベント的にですねセミナーとパーティーをくっつけたちょっと大掛かりなやつとかを節目ごとに、まあ、大体多いのが創立記念パーティーの時と、あと自分の誕生日が7月なんで7月になんか関係ないけどバースで勝手にバースデーパーティーみたいなセミナーとパーティーやったりとかですね。あとは大体ハロウィンかクリスマスか、まあ大体大きめのが年に4回ぐらい、ちょうどいい季節ですね。春夏秋冬、あちょうどちゃんと4シーズンありますね。だから3ヶ月に一度なんかそういう大きい催し物やってるんですけど、それっていうのは確かに準備もまあまあ大変なんですけれども、驚かせたいサプライズ感がすごく私は好きなので、その驚かせたいとか面白がってもらいたい、楽しんでもらいたいっていうエンターテインメントとしてそれを提供しているので、仕事なんですけど遊びでもあって
まあ、自分も楽しんでいるので、遊びなんですけど仕事なんですよね。だから、観光地、温泉地とか、例えばどっかに行ったとしてもですね、その地域の私の、知り合いの人と、まあ、会食っていうか夜ご飯食べましょうかって声をかけておくと、まあ、地方に行った時とかに、まあ、その方とね、お話をすると、別に普通に本当に普通の話したいだけで行ったとしても、まあ、なんやかんやで仕事の話になってしまえば、その流れで、じゃあ仕事こういうふうにやりましょうかみたいな話になる場合もありますので、まあ、私の場合は特にそのシフトチェンジが早いので、仕事と遊びが一体化しているっていう感じですね。ですから、まあ、このゴディバージャパンの社長じゃないんですけれども あの私も、仕事と遊びがね、ゲームのような楽しみでやっていけるのがいいだろうっていうのは全く賛成で、おそらく今後その辛い思いして仕事をしていく人っていうのは、だんだん厳しい状態になっていくと思うんですよね。遊びも仕事も同じになるっていう感覚を持ってる人が生き残っていく。だから、遊ぶように仕事をして、仕事するように遊ぶみたいな。そういう感覚がこれからの人たちは必要じゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。ですから、教室の方もですね、皆さん好きでやるからやられるんだと思うんですけれども、例えば何か今その教室業にシフトできない事情がいろいろある場合、会社員です、パートですとか、旦那さんがいて子供がいてとか、まあ、いろんな事情と状況でそこだけにバーンとシフトできない方とかもすごく多いのはよくわかるんですけれども、その時に、まあ、仕事と遊びっていうのが仮に一緒になっているとした時に、ちょっと、まあ、家族を説得したりとか、あとお金的にどうにかできないかっていう方法を考える視点も変わるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。なんか特に旦那さんの説得に困るタイプの、女性が多いのもよく知っているんですけれども、なんだろうな、旦那さんの方が特に会社員だったりしてると頭が固いケースが多いので、その柔軟性を持ってもらうようにね、旦那さん自体の考えをどうやったら、その遊び化するね、感覚にしてもらえるかなっていうところも考えつつ、話し合いとかができるといいのかなっていうふうに思いますけれどもね。まあ、うちの主人も会社員ですけれども、本人の進退は本人に任せているので それがね、どうしても楽しくなくて辛くて嫌でってなっちゃうんだったら、その心が病む前に会社は辞めていただいて全然構わないって言ってるんですけれどもね、辞めないですね。だから、まあ、なんやかんや言いながら言ってるっていうことは、まあ、嫌なんでしょうけれども、まあ、割り切ってるところはあるのかもしれないし、でもその選択をしてるのはやはり自分自身なので、今後その自分の人生を考えた時に、仕事と遊びが連動するような働き方を本人がしたいというふうに思えば、まあ、多分そうなるでしょう。で、それは私は強制もしないし、向こうも私にもっとこう堅実な生き方をしろよとかは別に強制はしないし、そこは個の人間なのでお互いの価値観があるんでしょうけれども。ただ、会社員は定年が来ますからね、その時にどうしたいのかっていうのは、やっぱりそれより早く準備して考えておく方がね、いわゆる左遷みたいな状態で、不遇な環境ででも働かざるを得ないっていうことになるときついでしょうから、自分の意思と違うところで会社ではね、働かなきゃいけない部分もあるんでしょうし、働き方改革っていう言葉は政府が主導で使ってる言葉ですけれども、まあ、私的には働き方改革は仕事の遊びかですね、これがまあいいかなっていうふうに思いますので、まあ、そんな考えにご賛同していただける方は、そういう方向性で、考えてみていただければいいかなっていうふうに思いまして、今日はそんなテーマを挙げてみました。それでは。